ぐーんと伸びる木のお家。よいしょ、たくさんお水あげるね。あ、この実のお世話をお願いできるかしら。うん、わかった。木の実、この実。楽しいです。もしかしておしっこなの？どうしよう、どうしよう。急いで。はい、ここに座って。よいしょっと。間に合った。絵本読んで、バブ。うん、クマさんの絵本だね。いいよ、こっちにおいで。あるところに。みんな、おやつにしましょう。ホットケーキだ。おいしい、バブ。ふわふわ。ママ、ごちそうさま。行こう、木の実、この実。よいしょ。どこにあるかな。あった。おーい、小枝ちゃん。絵本、あれ、小枝ちゃんは？小枝ちゃんのお部屋じゃないかしら。小枝ちゃん、おや、どこかな。さっき屋上でとっても綺麗なものを見たんだって。なんだろう。私は小枝。明るく元気でみんなの人気者なんだよ。この子はリスちゃん。とっても仲良しなの。小枝ちゃんのパパだよ。森のお医者さんなんだ。小枝ちゃんのママよ。オムライスが得意なの。みんな大好きって言ってくれるわ。お話に出てきた商品はこちら、小枝ちゃんの木のお家。小枝ちゃんと初めてのお部屋セット。お人形とお部屋セットもよろしくね。次のお話を見てね。まだまだ